本人だってこれほど売れるとは思ってもいなかったにち。ある日のスタジオ、歌う前には自己流のストレッチを欠かさない。カメラを向ければその素顔は驚くほど無防備で気取りがなかった。こういうのを歌うの恥ずかしいですね。急に運動するようなもんじゃないですか。歌うことも一つも踊るみたいなもんな。その時だましだましね、力任せに声出たとしてもとアップしないでいきなり 100m 走ってるもんだからすっごい怪しまれる。こういうことをデパートとかで歌う時もあったりするじゃないですか。デパートのあのトイレとかでマネージャーにポワンとか叩いてもらったりとか、わーとかってやってると警備員とか来たりして、大丈夫ですか？ただそれだけのこと、輝く奇跡。来年1月に発売される新曲のレコーディング、幅広い音域と伸びやかな声、歌唱力には定評がある。はい、はい、うん、最後の生きる部だけやらせてもらって。はい。今の私たちはどこかに置き去りにしてきてしまった何か、森山直太朗はそれを見たい。いいね、はい、すごい力強くよかった。聞いてみる？一回聞いてみます。はい。ねえ、昨日夢で君を見かけたよ。この冬彼が発表した作品は一風変わっていた。さまざまな場所で歌い続ける60分間の DVD アルバム、臨場感を前面に出した一発録音だった。すごくハイリスクっていうのをいうふうに言われたりとか、なんで今そんなことやるのっていうふうに言われたりするんだけど、まあ一言で言うと一番シンプルなものをただ追求してるだけの話で、時にただ身を任せ、あなた、たとえ歌声がよれても撮り直しは一切なし。そこに秘めた覚悟、そこで出たその自分のやっぱり最大限の力なんですよね。そこがもっと練習だとうまくいくのになとか、普段リラックスはもっと実はすごいんだよって言うのっていうのはまだまだ本当の力じゃなくて、やっぱりそこで出たものが全てだと思うし、だから戒めですよね。一つそこをやり直さないのは自分に対しての大いに大恥かいてこいって。桜のヒット以来生活は一変した。新曲と DVD アルバムのキャンペーンで全国を巡る。歌を聴いてくれる人がいればどこへでも行く。おはようございます。おはようございます。本日のスペシャルゲストをお迎えしました。この方です。夕暮れの代弁者、森山直太朗です。作品を残す意味があるなと思って。夕暮れの代弁者、その自ら考案したキャッチコピーには、ぬくもりを伝えるように歌を運ぶ人というような意味が込められているらしい。それもまあな、やばいやばい、伊達に二物さんじゃない。今日のスケジュールじゃないよねこれ。スケジュールは超過密。これ、今日の10分の1ぐらい。雑誌の取材からラジオ局のインタビューまで5日間で100のメディアに向き合う。3年前にデビューした。鳴かず飛ばずの2年間が彼にもあった。そこで質問、もしも売れていなかったら。もし売れてなかったら彼卑屈になってる。どうせさ俺だってねみたいな。いやどうでしょうね。まあでもにしてももうとにかく自分でやれることは限られてるし、背伸びしたってしょうがないと今でもやっぱ思ってるから、
まあバカの人クソガヨみたいに来てやり続けてると思うんですよね。森山直太朗です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。相手の顔がはっきりと見えるところで歌うことが好き。ヒットに恵まれるまでは聴き手のいる場所が直太朗のステージだった。ライブを大切にする彼がどうしても会いたいと望んだ人物がいた。プロモーションビデオの撮影に備えてレッスンを受けるという。どうも、はじめまして。どうも、はじめまして。こんな感じです。よろしくお願いします。どうもお願いします。相手は複数の楽器から歌まで全てを一人でこなす大道芸のプロ。直太朗と同じく彼も生演奏が信条だ。短期間でその技をマスターしようという心づもり。これでしょ。これはすごい。でこれを立つときに、うん、その普通のその単純なドンタンドンタンの場合は、うん、そのこの時にこうやって前にこうやって出すときに体も一緒に曲げてやるんですよ。ドラムだけでいいから。首だけが動いてますね。直太朗の飲み込みは早かった。ああすごい楽しい。すっごい気持ちいい。危ないよだけ。何事も楽しく、それが彼の理由に。1週間後、かなりいい線行っている。プロモーションビデオの撮影は東京下町の商店街で行われた。どうもお願いします。お世話になります。よろしくお願いします。お騒がせしてます。よろしくお願いします。意外なほど腰が低い。そしてこんな声がかかる。お母さんに余計そっくりだね。よく言われます。よろしくお願いします。お母さんいつもラジオ聞いてる。彼にはいつも母森山良子の存在がついて回る。紅白歌合戦で共演が決まったことがスポーツ新聞のニュースになった。なんか初めて職場、同じ職場で会うのは初めてという記事を見たんですけれども、はい、家というか普段会ってる時ってやっぱり意識するところありますか？先週お母様、涼子さんに来ていただいて。なんだかもう、母子ともにお世話になる。1976年の生まれ、6歳上に姉がいる。素直で朗らかに、だから直太朗。母森山良子のアルバムジャケットに描かれた家族の肖像。ジャズトランペッターの祖父に声楽家の祖母、叔父にはあの鎌谷津博。けれどそんな環境が屈折をもたらした。多感な少年時代、直太朗は人前で歌うことを頑なに拒否したという。ささやかな反抗期だった。出席簿で叩かれても、みんなの実技とかあるじゃないですか、みんなの前で歌わなきゃいけないけど、絶対歌わない。学校でも？学校でもカラオケボックス行っても端の方行って、スポーツ選手の息子は運動神経いいだろうとかさ、お笑い芸人はなんか面白いこと言うだろうの息子はお笑いねみたいなとこ、歌い手の息子だから歌うまいだろうとか、マクター当たり前だろうとかっていう耳で聞かれたり目で見られたりするのが嫌だったから。やがて少年はサッカーにのめり込んだ。音楽に背を向け、
明けてもくれてもグラウンドでボールを追った。だが大学時代に転機は訪れる。気づいたらギターを手にしていた。自分の曲を携えて公演に出た。そこにまずい歌を真剣に聴いてくれる眼差しがあった。嬉しかった。いつかストリートミュージシャンになっていた。そして小さなレコード会社からデビューが決まる。彼には固くなな思いがあった。母親の名は一切伏せること。デビュー当時彼はただ直太郎とだけ名乗っていた。作った歌には自信があるけれど甘くはなかった。うん、まったく全く売れなかったですね。親戚買ってる。親戚は20万円ぐらい買ってくれて、うん、2年前レコード会社を移った機会に本名に変えた。肩の力を抜いてありのままを受け入れた時、桜が売れ始めた。お母様が森山良子さんということで、でそれってでも本当だから、ただねやっぱ自分が活動していく上で森山良子と息子って言う前に、まず森山直太郎として何をしているか、もう自分の素のねありのままでやっぱりいかないと、逆にあ帰ってね後々責任取れなくなるなと思って。レコード会社を移籍して最初のアルバムジャケットは、母親の作品も手掛けているイラストレーターに依頼した。つまらぬ意地で自分の歌を、それも自信作を見殺しにはできない。直太郎は開き直った。直太郎にとって歌は母親の呪縛から解き放たれるためにあったのかもしれない。森山良子の息子から自立した森山直太郎へ。だが人はそんな物語だけでは振り向かない。素敵な歌ができた時、一人でも多くの人に聴いてもらいたいと願う気持ち、そのピュアな思いが通じた。ただそれだけのことなのだ。来年は初の本格的ツアーが控えている。直太郎は主張する。まあ、と同時により濃い世界観っていうのをもっともっと思い切りよくね、ファンの人たちに届けられればいいなという。11日に曲じゃなくて、今の目標は桜の森山直太郎を自ら乗り越え新しい世界を切り開くこと。消えていって、でこうしたのを世直したりお願いを申し上げます。ある日歌手森山直太郎は浅草の芝居小屋にいた。彼は寸暇を縫って街に出る。ライブを愛する直太郎は芝居の舞台にも並々ならぬ好奇心を持っていた。あれで一つの風景じゃないですか。照明さんにて一座がいて、で演者がいて、お客さんがいてっていう、あの空間のあの風景自体にも、だっておばあちゃんがずっと寝てるんだ意味わかんない。とにかくあの感じっていうのがすごい好きで。27歳、目に映る全てを糧にするしなやかさを直太郎は持っている。貪欲だった。全ては音楽のために。音楽、まあ音楽は、まあ、音楽ですよね。よくあるじゃないですか、愛とはとかって聞かれるけど、まあ、愛とは愛ですよねっていう、なんか他の言葉にはどうしても置き換えられない
特別なものではありますよね、音楽って自分の中で。この12月、直太朗は大舞台に臨んだ。ベテランミュージシャンが顔を揃える大阪城ホールでのチャリティーコンサート。観客は1万人余り。先輩のリハーサル風景が眩しく映る。ステージ上のビギンとは互いによく知る仲だった。その姿を客席から眺めれば改めて緊張が押し寄せてくる。これまで街角やライブハウスを戦場にしてきた直太朗にとって、そこは取り留めもなく広かった。1万人の前とかでやる全くリアリティがないんで、だって1万人ってすごい数だから。このね、1月とか去年の今頃はだって100人ぐらいの人の前で歌ってたレベルだから、だからそれはちょっとやっぱりお尻の穴に力が入りますよね、ちょっとだけ。森山です、よろしくお願いします。見慣れていた甘い表情が影を潜め、眉間にはかすかなシワ。俺の歌は届くのか。そのプレッシャーに耐えた者だけが明日を夢見る権利を手に入れる。1万人の観客が待つステージを前に、直太朗はひどく緊張していた。あいにくこの日彼は風邪気味、肉体の調整を怠った自分が恨めしかった。自慢の高音を出せるかどうか、歌うのはたった2曲、それだけにごまかしは効かない。こんな時はギターが心を静めてくれるという。夏の盛りの公園で、木枯らしの街角で、いつも彼の歌声に寄り添ってきた愛用のギター、そして空前のヒット曲「桜のメロディー」を生み落としてくれたギターだった。いつか僕もあなたも白髪になって見られてしまう。やがて直太朗の出演が近づいてくる。出番が来た。のしかかる重圧を振り切ったとき、森山直太朗はさらなる成長を見せてきた。喝采が迎えた。声は出ている。桜並木の道の上で手を振り、桜
叫ぶよ。澄んだ歌声が聴く者の心にそっと触れる。ぬくもりが伝わる。くじけそうになりかけても頑張れる気がしたよ。霞みゆく景色の中にあの日の歌が聞こえる。桜桜いざ舞い上がれ、永遠に染み込む光を浴びて、さらば友の夜中この場所で の時期は終わった。これからは起き抜けの革命家。ただ誰かに聞いてもらうことが幸せだった季節を走り抜け、森山直太朗は来年さらに攻めに出るという。自分の歌で人を振り向かせてみせるという。まだやるべきということはいっぱいある。いやでも踊ってる場合じゃない。それは最高。全ては音楽のために。